皆さんこんにちは、かほなんです。今日はまた渓流に来たんですけど、今まで川むつばっかり釣れていたので、今日はちょっと本気出してもうちょっと有名系川魚、ヤマメとかアマゴとかでいこうと思います。仕掛けをね、ちょっと仕掛けは変わってないな、つなぎ方がちょっと変わりました。こんな感じです。金具がなくなったよ。ちょっとね、あのハッカースプレーをね顔にかけたから目が開かない。今目がスースー、涙が出る。では川入ってきます。足元が新品です。じゃじゃーん。川もね変えました。前行ってた川よりかもっと上流の方に来ております。ミミズを団子掛けにしてたんですけど、つつかれたからかな、ちょん掛けに戻ってる。もう一回掛けよう。 OK。 なかなか食べてくれない。あ、めっちゃちっちゃいのずれた。めっちゃちっちゃい。しかもなんか見たことある、これ見たことあるよ私。これです。ちょっとこれはリリースですね。当たりがあるけど軽そうなのでちょっと心配。ん？あ、これか、針。全部食われた。なんや。うん。蜘蛛の巣。蜘蛛の巣。通れない。よいしょ。入れたら釣れた。よいしょ。一瞬やな。はい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 。釣れたのはこれ。また君かね。
ないっすね、高級のやつは。なんか釣れた。釣れましたが、今日の私は高級な女なので逃がします。いつもなら食べてた。来た来た、いるいる。わあ、でかこれ。クモの巣でかで、水が伸びた。クモの巣ひどい。スイカ。切れちゃった。だけでタイムリミットです。はい、終わり。今日の成果はアマゴさんです。やっと焼いてみます。ね、お腹裂けちゃった。いただきます。すごい皮がしっかりしてる。浮いてきた。どうよこんなもんで。上手に焼けました。いいよね、食べれるよね。よし、じゃあ早速いただきます。うん、おー、うん、うん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 、おいしいおいしい。なんか皮むつを今まで結構食べてきたんですけど、皮むつよりもなんかこの生臭い、皮魚臭い感じがないし、筋肉質な気がする。違ったらごめんなさい。でもなんか身が硬いっていうか引き締まってるとか、うん、噛み応えがあります。うん、こう食べた感じがね、もきゅもきゅってします。アマゴは皮もね、すごい分厚い。ごちそうさまでした。でで、食べた。ごちそうさまです。ありがとう。あ、よかった、私でも釣れた、ちゃんと。やったね。
やっぱスーパーとかじゃ売ってないので、アマゴはこう釣ってみないとね食べられないので、いい経験でした。では今日の動画はこうちょっとランクアップした魚を釣って食べてみようという動画でした。今回も最後まで見てくださってありがとうございました。よかったら Twitter、Instagram、チャンネル登録よろしくお願いします。そして高評価ボタンいただけるとすごく嬉しいです。以上、かほなんでした。バイバーイ。